パスファブチャンネルへようこそ。今回は Windows 11のログインパスワードを変更する方法をご紹介します。パスワードを覚えている場合、まずは画面下のタスクバーからスタートメニューアイコンをクリックして設定を選択します。左側メニューのアカウントからサインインオプションへと進みます。パスワードをクリックするとセットアップがすべて完了しましたという表示が出ますので、横にある変更をクリックしてください。個人用パスワードの変更の画面が表示されるので、現在のパスワードを入力して次へをクリックします。次に新しいパスワード、パスワードの確認入力、パスワードのヒントを入力して次へをクリックしましょう。これでログインパスワードの変更を行うことができました。パスワードを忘れた場合、パスワードを忘れたときはパスファブ4ウィンキーを使いましょう。別のパソコンでパスファブ4ウィンキーをダウンロードして起動します。 CD、DVD、USB のいずれかを挿入し、 Windows 起動ディスクを書き込みます。ここでは USB ドライブを選択します。次をクリック。 USB のすべてのデータが消去されることを確認の上、続行をします。書き込み中です。しばらくお待ちください。書き込みが正常に完了しました。画面の手順に従って操作してください。それでは実際にやってみましょう。USB をパスワードでロックされたパソコンに挿入し、パソコンを再起動します。ブートメニューが表示されるまで F12 キーを連打してください。ブートメニューを正常に入力すると、ブートオプションのリストが表示されます。先ほど挿入した USB を選択し、 Enter キーを押してください。使用している Windows 11を選び、次へをクリックします。ユーザーアカウントと利用したい機能を選んでください。今回はパスワードをリセットを選択、次へをクリックします。新しいパスワードを入力してリセットを押してください。パスワードをリセットしています。パスワードのリセットが完了しました。パソコンを再起動しましょう。オペレーティングシステムの選択では Windows 11を選択してください。これで新しいログインパスワードを使ってホーム画面に入れるようになりました。コメント、チャンネル登録お願いします。
ご視聴ありがとうございました。